はいえー、今日はですね、えー、中山のメインを、ね、予想してみたいと思いますそれで今日は京成杯オータムハンデということで今日は G3 ですねこれはハンデ戦ということなんですけども中山 1600m、えー、外ということでこれはね、えーまあ、中山のね、えー、コースっていうことで内側がね結構ね内有利になりますでまあ内側の馬なんですけども 1、えーまあ、一番人気候補だとね、えー、5番6番7番といってね、まあ、ちょっとね、えー、内側1番と、えー、真ん中の方に人気馬が固まってるんですけどもこれはねルナがね、えー、逃げますで逃げ馬がいないんでこいつ1頭だけ逃げるんでまあここはね、えー、多分ね争わないでねいけると思うんでルナがね、えー、逃げて。 逃げます展開的に言うと。えー、でルナが逃げながら後ろから追ってくるのがですねまあインパルスヒーローとかあとは、えー、7番のエクセランと、えー、カーブとかあとはダノンシャークですねこれが後から追ってきます。ということで10番が、えー、これがですね予想これを見ながらみんな追ってきますんで。 えー、これが2着になる確率が高いですね。なので、えー、頭はですね。これが、これがね、2着付け。ルナが2着付けで、で、えー、1番、えー、6番、7番、8番。この順番ですね。1番、6番、7番、8番。この順番で、えー、1着付けで、ルナが2着。っていう買い方も面白いと思いますね。 えー、もしくはその今言った1番6番7番8番のこのボックスでルナが3着付けっていうのも面白いですよね1着1頭だけこいつがペースメーカーになりますんでえー、まあちょっとその予想でねいきたいと思いますそれではですねこれからまあレースをですねあ二2着付けってことでそう流しですね3着はだから6781678で ルナが1着あ、2着で、あとは全部3着付けはそ総流し、フォーメーションの変え方をします。はい、えー、そんな感じでですね、えー、ちょっとね、予想をしたいと思います。以上です。